はじめまして、新田です。アニマルウェルプレイしていきます。ここ前回ラストそういえば気づかなかったですけど、下に投げてこうしたら、あ、ここ下行けますね。宝箱のようです。で、右からもありますね。ちょっと一回地図見ますか。あそこの左下から行けるようです。ちょっと行ってみますか。ここですよね。ここのその左下が行けるようになっていると。行きます。ここでこっちにいたまま、え、ダメージ食らいましたけど、え、これ左に行けないですか。今どこにいます自分。ああ落ちてか。ええ、まあじゃあとりあえず先にこっちのやつを取りますか。こっち飛んで、こっち飛んで、こっち行って、あ、やばい、ジャンプしておきました。こっち行って、ここがそうですよね、向こうから来れるような気がするんですけど、まずこれマッチ手に入れました。いいですね。あん、よいしょ、うわ、よいしょ。ここですか。ここ降り立てるのおかしいですもんね。いや違う、え、やっぱ左行けますよねこれ。え、うー、いやダメージ食らいました。え、これいっちゃん左に寄っておいて、いや違いますね。ひとまずここに宝箱印つけておきましょう。で、ここに来ました。ここが Y でこれ投げたら何かあるんじゃと思うんですけど。いや、ここはヨーヨーではない。やっぱ高いジャンプでこっち右側に行くってことですかね。で、ここの左上が行けるはずだっていうことに気づいたので、ちょっとなんとかして行ってみたいですね。ディスク投げて乗ってジャンプ OK です。いけました。これが正規の方法か分かんないですけど、マッチでしたね。ここにあるのは OK です。手に入れました。でもあそこの門番が向こうを向いてたことから、多分今の方法は正規ではなかったような気もします。今回は右上調べていこうと思います。多分右下がダチョウだったのでカメレオンエリアですかね。はい、あれは、あ、でも鳥がいますね。あの鳥に何かアクションしますか。ヨーヨー当ててみる。ジャンプしてヨーヨー当ててみる。当たりましたが何もない。笛を吹いてみる。特にないです。じゃあ進んでみましょうか。こちらにとりあえず紫、これは多分同時押ししなきゃいけないんですよね、紫タイプは。ってことは、いや、この距離の同時押しは無理でしょう。まだここは開けられなさそうですね。無理ですね。もうすでにカメレオンいます。あれ追ってきますか。右上めちゃめちゃ怖いんですけど、急いで行ったらいける。怖、大丈夫でした。とりあえず何だったんでしょう。リスさんが右上にいますね。落ちました。よっ、ウリ棒みたいなのがいますね。何でしょう。まあ、とりあえず当たらないようにとは思います。行ける場所は右上ですかね。右上目指していきましょう。このタイミングで登って、この子を追いかけつつ、あの子が過ぎ去ったタイミングでこう OK です。右行きます。あ、宝箱あります。早くも宝箱ですね。でもそこどうやったら行ったらいいんですか。こっち行って、そうですよね、これ下に落ち、びっくりした。ああなるほど。じゃあこの子に来てもらいましょう。でももうちょっとこっち来てもらって乗って、これ、はい、何ですか。鍵だった。鍵ですか。ちょっと新たななんか移動方法かなとか思ったんですけど違いましたね。あ、でもあそこの扉、あれ開けられる扉ですね。じゃあこの鍵で開けましょう。待って、一回この子をジャンプでかわしてこっち行って、こうです。 OK です。で、ここにリスさんいましたよね。おお、こっちに、こっちに逃げてくるんですね。ここ上上がってみます。あそこは黄色を押さなければいけない。上から降ってくる感じですかね。とりあえずパッていけそうなのはこの右ですね。スイッチが押せます。スイッチ押すと、あー、いや、落としてしまいましたね。これは良くない。もう一回スイッチを押すと、あー、ずれる。で、入り直したら、あー、元に戻ってるですか。このタイミングで押すとどうなります。あー、なるほど。はい、でも下に乗せてあげないとですよね。一回止めて、これでこうならどうですか。あ、行けました、行けました、行けました。え、これ行けます、通れます、そこ。うわー、天才的。はい、完璧です、ありがとうございます。フルーツ取りつつ、これは、あ、こっち側がありますね。あ、そして
あの宝箱はさすがにそうであってほしい。何ですか？未来の卵でした。違う、そうじゃない。新しい何か移動方法が欲しかったんですけど。まあ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 、卵も嬉しいでしょう。一回火花散らせることによって、ちょっとこれで地図見れますか？いや、そういうあれじゃないっぽいですね。ちょっと地図はまだ見れないです。で、じゃあこれこっちですか？この子にこっち来てもらって乗ってこっちに行く。そうですね。すると、このうじうじが去った後にこっちに全力で行きつつ、この子に乗らせてもらって一回退避。で、もう一回こっちに行ってもらいつつ、これさすがにヨーヨーじゃどうもなんないですもんね。じゃあこの子に乗ってこっち上登ってみましょう。はい、まず、あ、塞がってる。まあこれはいいでしょう。右行けますね。右行ってみますか。スイッチあります？スイッチありますね。で、切り替えてスイッチを踏んでもらいましょう。じゃあまずはここ。ん？あ、そういう変わり方するんですね。あ、まあでもスイッチ踏めました、一つ。で、こう変えて、これ踏めます？踏めないか。でも一つそこは踏んでもらいました。で、天井にいるときにこうしたらいいですか？あ、で、これであとは待ってばいいですね。はい、OK です。で、一つ踏めました。あ、そこは共通なんですね。ってことはもう一つは右側？左側のあれを踏めばいいってことですかね。左側見てみますか、一応。あー、正直鍵は持ってるんですけど、そういうことじゃないですよね。この緑のは何でしょう。あー、蓋が開くと。こっちは？あ、落ちました、落ちました、落ちました。じゃあ、多分ですけど分かりました。こっちに来てもらって、その辺で止まってもらって、落として、こう、OK です。いやー、一瞬でしたね。まあ、鍵取れたんで、OK ですね。でも、ここ、そうですよね。今、宝箱が置いてあったところ、左右がちょっと進めそうなんですよね。ここ、行きたいですね。まあ何はとも、まあ鍵は取らなくても通れたんですけど、まあ一応ね、取っといた方がいいと思ったんで、取りました。これで真ん中行けるようになりましたけど、上も覗いてみましょう。セーブですね。と、カピバラがいます。だけの空間ってことはないでしょう。ここ、通れますね。あー、向こう側からじゃないと来れないところでした。ですね。ちょっとじゃあ、また別のところからここに来るようです。ので、これ下に降ります。で、スイッチを押して、あそこ開きます。これちょうどここにいてくれるので、一旦このまま降りてしまいましょう。で、追いかける形でついていって、こっち行って、さあ、ここ行きます。これなんでしょうね、赤いランプ。関係ないですか？うわ、暗っ！すごい流れるようになってますけど、結局？なるほど。ヨーヨー投げるとすごいわかりますね。これありがたい。とりあえず、初手は落ちるっていうのはわかりました。初手落ちます。じゃあ。うわ、最悪だ。はい。よいしょ、OK です。これでみんなやれました？あ、一個投げるだけでみんなやれるのは本当にありがたいですね。ダメージ食らってもう死にかけなんですけど。ここ下落ちます？これ。あ、やべ、間違えた。ヨーヨーを投げて、下今何かありましたね。ただ、ここ届くのかな？あ、届かないです。あ、火花、ここにあったんですね。これはありがたい。で、これこのままこっち行けますか？でもこっち行くしかないですよね。またあれだ、怖い。で、まずはじゃあ、あの子にこっちまで来てもらって。え、いや、あの子見えてます。あ、え、なになになに？下伸ばしてきます。絶対やばい。とりあえず、ここ押します。あ、なるほど。え、あ、食べられた。え、危ない。あの子食べてきますね。うわ、え、さっきは何もしてこなかったのになんで。だからあの子に食べられないようにどうにかしないといけないっぽいですね。やばい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 。とりあえず動きまくってみます。で、まずこっちいれば多分食べられようがないでしょう。いや、食べられそうですね。ちょっと、え、怖すぎ。え、何何何何何。で、あれに乗らなきゃいけないわけですよね。いけます？行きます。はっ、食べられた。そうですね、この子反応してきますね。何で反応するようになっちゃったかわかんないですけど、火花散らすと、いや違いますね。結局攻撃してきますし、ヨーヨーを当てる、ヨーヨーを当てる。いや、ダメですね。フルート吹いてみます。いや、どうしようもないですね。とりあえず乗ってちょっとおちょくってみます。あ、攻撃してきたんで一回やめます。いた！あ、攻撃してきますね。
だから攻撃してるタイミングがいけるタイミングってことになりますか。タイミング見計らって、え、食べられちゃった。今が攻撃してくるので、このタイミングでこれに乗って、あ、吐き出されました。で、ちょっとジャンプしながら、あー食べられちゃった。これで当てれば、こうやって攻撃をするので、火花投げてバチバチさせてるところでフリスビーを投げてそれに乗る。ここ下届きます。あ、届かない。 OK です。あとはフリスビーに乗れればいい。危ない。え、食べられた。ダメだった。ここはしばらく草を食べてくれるので大丈夫。もう一個火花花投げて、その隙にフリスビーを投げます。で、これに乗る。 OK です。完璧。いけました。あとはもう、よいしょ。OK です。あとはここを通り切るだけ。通り切りました。完璧ですね。ここは通れないので上に行きたいと思います。どこに行きました。あ、ここですね。っていうことは、お、これで新しいアクションができるかもしれないです。バネバネ。ほう、これはバネを置ける気がしますね。一回置いてみましょう。はい、置けました。完璧です。で、踏めました。 OK です。ただこれバネバネを多分ですけど、なんか空中で置くとか、なんかジャンプするとかに意味があるんじゃ。バネバネこう置くのが、あ、そうですよね。これが多分正規の使い方というか、これでなんか時間差を生んだりとか。ちょっと面白いアクションですね。ここを降りる前に、うわ、うわー、いや、見ないとちょっとわかんないですか。行ってみますか。あー、落ちました。落ちきりました。最悪です。でもここにバネを置いて、ヨーヨー下に投げれば OK です。で、ここから登れるようになったんで上見に行きましょう。ここ踏めば、そうですね、開きました。 OK です。で、あー、こっちも行けます。上はちょっと、ここはいけないですかね。バネですか。ちょっと面白いな。ここはキツネゾーンですか。上にカラスいますね。気をつけなきゃいけないです。で、左側じゃあ行ってみましょう。ここ行けますよね。ん、いや、でももうこれ以上行けない。バネだと、バネで壊せたりします、しませんよね。ので、あそこはもうこれ以上行けないですかね。ちょっとあのカラスに襲われないようにすぐ登ります。で、まあ順当に左に行ってみましょう。バネが今のところ設置するバネである意味があんまりなしていないので、ちょっとまだ活用しきれてない感がありますね。まずは左行ってみましょう。あー、扉が閉まっている。向こうからじゃないと来れないですね。いや、でも向こうのボタンを押したとして、ここを通れたとして、その謎の空間に入る必要はあるんでしょうかって感じですね。上行きました。まあ、いっちゃん右まで行けばいいって感じですかね。お、おお、あー、これで飛んでいけると。あ、これありがたいですね。で、ジャンプ、ジャンプ、ここからこっちにジャンプですね。あー、ええ、あ、これもしかしてバネはここ透けます。うわ、透けるんだ。これ面白いですね。まあ、この間にじゃあもうこっち行っちゃいましょう。下がってはいますけど、バネが押してくれます。おー、楽しい。おもろいギミックですね。左側ジャンプで、ここでセーブすることもできますか。まあ、ここはセーブしてもいいでしょう。すぐ戻れそうですし、右上押したいですね。もしかしてバネで押せます、それ。うわ、ここちょっとドクロみたいで怖い。いや、でもそもそも届かない。いや、待ってください。バネであそこまで行ける。これで、いや、飛べないか。そもそもあの上に立てないとどうしようもないので、多分これは右からどうにか行くんでしょう。この上、あ、なるほど。いや、でもやっぱりバネで高くジャンプできないと厳しいと思うんですけどね。ここは右上にとりあえず行きたいですね。これは右下から来る。ああ、ここ上に上げてくれます。じゃあ右側行けますね。いや、でもこれ左側が、いや、右側に行かないとです。左上も結局扉閉じてしまってるのでって思いましたけど、その前に笛吹いておきましょうね。 OK です。これでショートカットできました。はい、じゃあ右に行ってみます。なるほど。まずここから一つバネを落とします。で、そこの黄色を踏んでくれることでしょう。もう一つはここですかね。
そしたら、おお、なるほどなるほど。で、最終的にそっちに行ってもらうためにはこうですかね。あ、逆だ。なんでこうです。ここからこっち落として逆行ってもらったら OK です。お、そうですよね。おい、びっくりした。え、向こう、向こう何ですか。え、猿みたいなのいます。猿ですね、間違いなく猿ですね。怖っ、何この空間。え、なんか飛ばしてきてます。あれ、あ、そうですね、石投げてきてますね。サルカニ合戦曰くみたいな。バネを投げてみます。いや、もうちょっとこの辺でバネを投げてみましょう。いや、もう突っ込んでいきます。石投げられてもいい。いや、宝箱ありますね。カオス卵です。 OK です。まあとりあえずジャンプしてれば。え、それだけですか、本当に。いや、あれ中段ぐらいになんか別の口がありそうですけど、ちょっとまあ今はいいでしょう。カオス卵が取れただけで十分です。 OK、 上行きます。カラス、お、絶対触れたくな。右側行きます。はあ、ってことはフリスビーですかね。あ、いや、そんなわけない。あ、これ別に下は落ちても平気。あ、そうですよね、一回ダメージは食らいますよね、これ。なんでピンクを乗り越えてダメージ覚悟で行く。絶対違う気がしますけど、まあいけたんでいいでしょう。はい、宝箱です。影卵を手に入れました。何が正解だったんですかね。火花投げてみます。あー、火花投げればそのところは踏んでも大丈夫になりそうですね。かな？もうジャンプする、むやみにジャンプするとカラスを襲ってきそうなんで、できる限り。あー、ここも怖い。多分赤は今まで踏んだことないですけど、踏んじゃダメだと思うので踏まないでいきます。 OK です。うん、いや怖っ。何より怖いの今体力1なところですよね。赤だけ踏まないようにします。なのでこっちに行ってくれれば何の問題もないですよね。 OK です。で、ここもこっち行ってもらえば多分行けるはずです。 OK です。で、最後これここで行けますか、終わりですか。 OK です。で、下、あ、落ちるな。で、これで黄色を押すとあそこから落ちれるようになるってことですか。じゃあ落ちてみましょうか。どこそこ行ったことがないところですかね。ですね。あ、いや、でもここ下から行ってその右に登ってこれるのであれば行きたいですね。ああ、なるほどなるほどなるほど。いや、タイトすぎません、それは。本当に行ってます。試しにバネ置いてみます。消された。横ずっと押しときます。はい、取れました。ジャンプしてほい、ジャンプしてほい、ジャンプしてほい、ジャンプしてほいほい。うー、怖い。はい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 、 OK です。ありがとうございます、飛んでくれて。可能なら上に行きたいですけど、あのなんかトナカイみたいな影も怖いですね。で、はあ、はあ、まずはよいしょ、こっち登ってフルーツ食べましょう。で、ここですね。なるほど、ここからバネをしてこうやってこっち行ってこっち行ってこっち行って、え、いやいや、最後おかしいでしょ。え、これ右回って、いやいや、これは無理でしょう。まあ戻ることはできます。え、これその速度でいけます。いきますよ。ういうい、うい、あー、え、マジギリきつ。あ、しっくりました。途中時間を止めるとかいうあれがない限りこれでいかなきゃいけないってことですもんね。ひー、いけない、届かない。ふっと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 っ、ほ、お、いけるもんですね、いけるもんですね。じゃ、右覗くだけ覗きますか。あ、ここスイッチ落ちときましょう。で、彼岸花拾っときましょう。なんのこっちゃですけど。で、ちょっと死んだら元も子もないので、まずここのスイッチ押しましょうね、これ大事で。こっち進んでみますか。おお、あ、あー、ここに繋がるんですね、なるほど。あ、ここの電話で休んでもいいですけど、まあいいでしょう、一回。ではこの子たちに突き上げてもらって、よいしょ、まあ、こんなことしなくてもちょっとやりにくいですけど、よいしょよいしょよいしょよし、 OK です。到着できました。で、多分ですけどここにバネを置いてその間にこっちに行って、ここですね。で、こっちに行く。 OK です。で、ボタンを押して宝箱取ります。なんでしょう、マッチを手に入れました。
左行けますか？行けますね。で、なるほど。バネを置いて、ヨーヨーで、あ、下！バネを置いて、下にヨーヨー投げて、こう OK です。ちなみに上からも下からも行けるんですけど、まあ、ここから行くと落ちる一方ですよね。で、下まで落ちると、あー、なるほど。そこまで直通のまっすぐと。じゃあ、ここ、火花、まず取ってみましょう。で、ここ上登れますよね。なんか、なんか犬が下に降りてってますけど、それは置いておいて、火花。とりあえず下から行ってみます。逆から来そうですし、あれですね。あ、初めて炎のエリアに到達できましたけど、これ逆側から来そうですよね、基本。なんで、ちょっと上に行ってみますか。こっちですよね。で、ほう。おもろ。だって、ここだと左側のあれが見えるんですけど、こっちだと見えないんですもんね。不思議ですね。こっちは？その紫全部一気押し？若干ラグあるんでしたっけ？なんで、まずバネでここを押しておいて、ヨーヨーを上に投げてこう OK です。絶妙でしたね。あ、ここでセーブすることもできますけど、まあ左穴落ちたらいけるって考えれば、一回セーブしていいでしょう。行きます、右に。なんでしょう、これカワウソみたいな。ん？ああ、右側、どっちも右側から来ないとちょっと黄色は踏めないですかね。じゃあ全力で右。なるほど。多分この子に一回来てもらって。これ寝てますこの子。起きてくれました。こっち来てもらって、で、こっち、ちょっと待ってください。やっちゃった。一旦これどいてもらった、この先見ましょうか。はあはあはあ、たくさんいますね。まあ、とりあえず取れます？なんか失敗した気がしますね。そうですよね。来ますよね。で、この子を最大限こっちに引き連れておいて、で、ここに入って、飛んでこっち行って、で、こっち来る前にこっち来て、乗って、OK、取れました。白鳥卵。で、こっち行きましょう。ここは、上に泳いよう。OK です。あれ？いや、この子を起こしても、ここからじゃ通れないんですか？じゃあ逆からもう一回来ないとですね。こっちから抜けて、この子を起こして、こっち来てもらって、もうちょっとこっち来てください。OK です。で、こっち来てもらって、来てもらって、ちょっと待って。はい。で、ここに乗ります。で、多分こっちに行くんでしょうね。なるほど。バネを落とせばいいですか。バネ落とします。で、怖すぎ、怖すぎ。なに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 ？カワウソですね。バネ取られます。どっか行きました？いや、行かないですよね。これ火花散らしてたら大丈夫とかありますかね。火花散らしてみます。いや、ダメですね。ヨーヨーでアタックしてみますけど。なるほど。これで釣れはしますね。ってことは、こっちにバネ投げて、ヨーヨーを釣らしつつ、こう、OK です。結構難しかった。なるほど。ここからバネを投下して、一回これを上げておきます。違う？順番が違ったようです。なるほど。まず四角からですかね。バネ投下、四角を上げて、落ちてもらって、今度は2を上げて、もう一回四角を上げて、で、罰も上げないとですかね。罰上げちゃいけない。うわ、罰は絶妙な高さに上げないとですね。ここでしょ、罰。最悪。かなりギリギリでいいですね。ここ !OK です。では、こっち行って、まずは、あの子にこっちに来てもらわないとですね、あの子バネでもこっち来ますか？バネでは来なさそう。ヨーヨーなら来ます。来てくれた。これで下げておいてすいませんけど、多分そうですね、トゲの上だったら、トゲの上も大丈夫。で、ヨーヨーを投げて、うわー、こんな進み方があるとは。なるほど。OK です。ありがとう。で、こっち行きます。で、黄色をしたら、下が開きました。火花拾っときましょう。で、下行くとどうなってるんですか？カワウソがたくさんいたところ。
でも今はいないので大丈夫ですかね。あふっ、オッケーです。で、あー上にヨーヨーと、オッケーです。開けることができました。長かった。でここから上に向けて、オッケーです。でじゃあここを押すと何ですか。あそこが開くということは何かわかんないですけど、そのエリアに行かなきゃいけないんですよね。ってことはバネを置いて、ここ下降りる。やばい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 、どうしたらいいですか。これこっち行っていいですか。え、どうなった。あの赤い子を倒さなきゃいけないってことですか。ここでセーブしておきましょう。ここが一番近いので、正直何度も死んで覚えることになると思いますけど、まずは落としてフリスビー。おお、あ、食べられました。もうダメだ。まあ火花々は必要でないと思いたいです。でこっち行って、ここに入り込むことはできました。ここ食われないですか。あ、食われました。ダメです。音色を奏でてみます。食べられました。なんか、あ、わかりました。この子を食べさせるんだと思います。だからこう、え、あん、ひたすらこの子の近くにいて、でこれを食べさせる。オッケーです。で舌出してきたら余計、うん、いきます。寄ります。めっちゃ寄ります。ふっ、オッケーです。でこの子にも寄りつつ、ふっ、オッケーです。で越えてこの辺にいたら食べてくれません。あー、ダメだった。毒吐きます。毒焼けます。でふっ、オッケーです。でこの子の近く、この子の近く、ふっ、オッケーです。ラスト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 、ふっ、あー、ダメでした。まだ舌伸ばしてきます。毒吐きます。毒吐きました。はい、避けます。痛い。舌は、はい。で、めっちゃ近く、めっちゃ近く、めっちゃ近くで、で、オッケーです。どう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 、行きました。はい、行けました。こっち行きます。もうここで落ちたら最悪なんでね。さあ、これは何なんでしょうね、結局。紫炎、でも M ですよこれ、無じゃなくて紫炎。ええ、これどうしたらいいんですか。バネ置いてもどうしようもない。ヨーヨーで壊す。あ、壊れました。よかったです。バネバネじゃなくて紫炎を取ります。はい、紫の炎を手に入れました。1個を手に入れましたね。いいですね。ここ開けましょう。右上はほぼ完璧。何かあるとしたら、ここのお猿さんの部屋のこの辺にちょっと気になるぐらいですかね。あ、でもこの辺もまだ、ここ上も何かありますし、ここも何かしらしてないですか。ここなんでしょう。じゃあ行ってみますか。あ、じゃあ一回も落ちてないので一回落ちてみますか。ふん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 。宝箱ありました。ビーコン、え、ビーコン、あ、あ、おお、つけることができました。はいはい、これで全てをつけたら何か起きるんですね。なるほど。まずはここを落ちつつ、めっちゃ右に、え、あ、ダメでした、いけなかったです。もうちょっと、ちょっと空中操作というか何かできるか、何かできるようにならないとですね、ここは。ああ、ここガラスですか。やっぱこのガラスも割れないと何かしらできないような気がしますね。でこれ気になったんですけど、ここから落ちたら、そうですね、ここに来ると、この鳥と会話できます。ディスク当たってみます。当たったら、いや何もないですね。この鳥は何なんでしょう。ということで今回は右上をほぼ全攻略できたかなと思います。ここのガラスのところだけですね。今回は右上をプレイしました。ここまで見てくれてありがとうございます。